エウスタキウス、または、エウスタキウスは、2世紀に生きたとされる、伝説的なキリスト教準教者。祝日、記憶日は、カトリック教会、聖教会ともに9月20日。ヤコブスでオラギネの、黄金伝説に取り上げられたことから、漁師の守護聖人として、信仰を集めるようになった。聖教会では第一名者エウスタフィと呼ばれる。聖エウスタキウスの原始。 ルーカス・クラナッハが元の名は、プラキドスといい、トラヤヌス帝に仕えるローマ帝国の将軍であった。ある日、ティボリ近郊で漁をしていたところ、彼は、突然、キリストの原種を見た。彼はすぐに回収し、家族と共に洗礼を受けた。回収後、幸運を意味するエウスタキウスに改名した。彼の信仰を試すべく、試練が与えられた。 彼の富は衰え、十僕らはペストで死んだ。彼が家族と海を渡っていたところ、船長はエウスタキウスの妻を誘拐した。エウスタキウスが二人の息子たちと川を渡っていたところ、突然現れた一頭のライオンと一頭の狼に息子たちをさらわれた。予部のように様々な不幸に襲われても信仰を捨てなかったことを彼は証明すると、すぐに、 かつての富や家族が取り戻された。しかし、彼は、異教信仰を拒絶し、自身の信仰を公にしたことから、ハドリアヌス帝に捕らえられた。彼は、妻と息子たちと共に、ファラリスのお牛の中に閉じ込められ、そのまま火に焼かれて殺された。ありがとうございます。